というわけで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで春、それは別れの季節でもあります。というわけで最後、名残を惜しむ意味でも買ってまいりました。それがこっち、でてー、松の屋さんの海鮮三種定食です。フライとカキフライをしばらくの間販売を休止するということでね、さよならキャンペーンなるものをねやってらっしゃったんですけれども、おそらくですね、戻ってきた時にはちょっと値上げされてるんじゃないかななんて思ったりもいたしますけれども、私ですね、意外とアジフライ、カキフライね、結構好きだったりいたしますので、このキャンペーンを見逃す手はねえなということで、今回なんですけれども、蓋を開けた瞬間にね、揚げ物、フライ独特のね香ばしい油の香り漂ってきて、いやたまりませんよ。そしてこちらね、わさびホイップなるね、そういったトッピングもついてくるということで、海鮮系につけてね、いただきたいぞといった感じなんですけれども、果たしてどのようなお味なんでしょうか。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、早速こちらアジフライいただきますけれども、こんだけね分厚いっていうのありがたいですね。いや、こちら今アジフライってこんな感じになってんのっつって、ちょっと衝撃的な感じで、アジフライってねどうしてもね小骨が多くって食べづらいみたいなイメージとかあったりしますけど、全然そんなことなくって、むちゃむちゃ肉厚でジューシーで脂の乗ったアジがねカラッと揚がってるからっていうのもあるんでしょうけれども、ややジャンクなね衣をまとって、お魚の脂とそういったね揚げ物の脂、オイリーオイリーということで、それらがねちょっとね反発するのかななんて思わせておいて、パン粉とともに口の中で混ざり合って、こう絵も言われぬハーモニーと、フライっていう特徴も生かして、ちょっとだけねおかず系のおやつとしてもね成立するんじゃないかななんて思えてくるような、そういった味わいで、これは本当に夢ですよ。美味しい。はい、というわけでこちら今度はですね、カキフライをわさびホイップにつけていただきますよ。いや、こちら新しい感覚ですよ。わさびのツンとくる感じがホイップということでマイルドになると言いますか、そこまで攻撃的なツンじゃなくってマイルドな感じで、揚げ物のねちょっとしたオイリーな感じをさっぱりとさせてくれる、そういった効果もありつつ、海鮮系なんでね、もちろんねわさびとよく合うなといった感じで、いやこれは美味しいですね。はい、というわけでこちらエビフライもわさびディップしていただきますよ。いや、こちらもう間違いのない味わいで、衣のねパン粉のザクザクとした食感なんかはね、先ほども申しましたようにちょっとしたおやつなんじゃねえかななんて思えてくるような感じで、いやエビもプリップリで、いや美味しいですね。いや、こちら人参ドレッシングもね、人参のペーストが入ってて程よい酸味と甘さで美味しいです。はい、というわけでこちら完食です。いただいてきましたけれども、いやー美味
しかったですね。おそらく全てのフライは冷凍食品なんだろうなっていうのは想像できるんですけれども、その中でもね、しっかりとね個性もありつつ存在感を主張してくると言いますか、いやとっても美味しかったですね。いやアジフライ久しぶりにいただいたんですけれども、全然骨とかもなくって肉厚ですし、脂が乗ってて、いや美味しかったですね。そしてなんといってもあのわさびホイップですよね。揚げ物をちょっとさっぱりさせてくれるといった感じで、ほんのりツンとくる感じがね海鮮系ともマッチしてて、いやマジで美味しかったですね。いやこれでさよならだなんてもったいないんじゃないかななんて思えてくるような、そういったラストランでしたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松の屋さんの海鮮三種定食いただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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